在日朝鮮人の帰還事業。在日朝鮮人の帰還事業とは、1950年代から1984年にかけて行われた在日朝鮮人とその家族による、日本から朝鮮民主主義人民共和国以下、北朝鮮への集団的な永住帰国あるいは移住のこと。北朝鮮では、帰国事業、帰国事業と呼び、在日本朝鮮人総連合会、 朝鮮総連が推進した運動という側面からは、帰国運動、帰国運動、または帰還運動、帰還運動、と呼ばれる。朝鮮総連と対立関係にあった、大韓民国、以下、韓国系の在日コリアン団体、在日本大韓民国居留民団の立場からは、北総事業、北総事業、と呼び、在日韓国、朝鮮人の追放を計画した、 日本の政策に北朝鮮が便乗したものとの主張がある。日本と北朝鮮には国交が存在しなかったため、日本赤十字社、日赤と朝鮮赤十字会、朝赤の日朝両国の赤十字社によって実務が行われた。1959年12月14日に最初の帰国船が新潟県の新潟港から出港し、 数度の中断を含みながら1984年まで続いた。93,340人が北朝鮮へ渡航し、そのうち少なくとも6,839人は日本人妻や保護する子女といった日本国籍、保持者だった。在日朝鮮人は日本から地理的に近い、朝鮮半島南部の出身者が多かったが、そのような者にとっては祖国ではあるが異郷への帰還となった。 帰国船の費用は北朝鮮政府が負担し、事業の後期には万元本号、初代が使われている。日朝間を頻繁に往来する帰国船は北朝鮮による朝鮮総連への指導、連絡や諜報活動として日本、韓国への工作員を送り込みにも利用された。在日朝鮮人は朝鮮半島の日本統治時代、1910から1945年、 様々な事情で日本本土へ移った者、韓国政府による虐殺、最終等4.3事件から逃れるため、あるいは第二次世界大戦後に出稼ぎや朝鮮戦争の勃発などにより、自ら密入国し、そのまま日本に居留した者が多かった。そうした人々の中には、日本人と同様に朝鮮特需などによる恩恵を享受し者もいたが、依然として、 生活に困窮するものも多かった。特に1956年、昭和31年の生活保護費の削減と1957年、昭和32年から翌1958年、昭和33年にかけての鍋底不況は貧困層の整形を激していた。在日朝鮮人の間では、朝鮮戦争による後輩からの復興が進まず、また、正常不安を理由に、 韓国への帰国を不安視する一方で、社会主義体制の下で、地里と万動により急速な復興を実現した、取れていた北朝鮮への憧れもあった。当時、社会主義国の北朝鮮と、資本主義国韓国の体制環境層は北朝鮮が優位になっており、朝鮮総連は北朝鮮を、地上の楽園、衣食住の心配がないと宣伝し、それにこ応した。 日本の進歩的文化人、革新政党、革新団体が繰り返し、北朝鮮の経済発展の様子を伝え、在日朝鮮人に帰国の決意を促した。特に北朝鮮を訪問して来参した寺尾五郎の38度線の北は、帰国希望者に大きな影響を与えたと言われる。当時の日本における民族差別も、特に子供の教育や将来を見据えたときに、 北朝鮮への帰国、移住を選択させる一員となった。これらの社会的な背景が爆発的な運動の拡大をもたらしたとみられる。北朝鮮政府は日本政府との対話チャンネルを確保し、日朝国交正常化のきっかけとしたいという思惑があった。同時に進行されていた日本と韓国との国交正常化、日韓基本条約締結を牽制する的もあった。 在日朝鮮人の北、そうを理由として日韓会談は一度ならず中断している。冷戦時代、資本主義国から共産主義国への集団的移住には体制の優位性を宣伝する効果があった。北朝鮮は帰国事業を推進する過程で朝鮮総連を指導下に置く一方、事業を推進した日本側支援者を通して北朝鮮の実績を宣伝することで 北朝鮮支持の運動を日本に広めることができた。また、朝鮮戦争で荒廃した国土を再建するための労働力補充も目的だったとする見方があるが、北朝鮮側の政策資料に日本から帰還した朝鮮人の影響が現れないことや、北朝鮮への帰還者には労働力としては期待できない被扶養世代が多く含まれていることから、 このような大規模な移住を推進する直接の原因と考えにくいとして疑問視する声もある。日本政府は1955年、昭和30年末から在日朝鮮人の大量帰国を検討し始めた。背景として在日朝鮮人への生活保護費負担、在日朝鮮人の高い犯罪率、日本人の6倍、在日朝鮮人と日本の左翼運動の連携への 懸念が挙げられる。在日朝鮮人帰国協力会結成の際は、日本側の呼びかけ人になったのは、日朝協会で主導的な役割を担っていた日本社会党議員、共産党議員だけでなく、小泉淳也、鳩山一郎など自民党議員も加わっており、党派の枠を超えて推進された。日本社会党系、日本共産党系の関係者が、 帰国事業に取り組んだ背景には、北朝鮮の社会主義を宣伝することで、日本における政治的影響力の拡大を狙った、ところが大きい。1958年1月の朝鮮の声によれば、日本政府と韓国政府は1957年12月31日に、翌流北朝鮮人約1700名のうち500名を日本国内で解放し、 残り1200名を韓国へ強制送還することで合意したが、北朝鮮民主法律家協会はこれを居住移転の自由の侵害であり、国際法違反であるとして、翌月に日本国際法律家連絡協会の会長長野国助宛に抗議の書簡を送った。韓国は朝鮮戦争による後輩からの復興が立ち遅れており、 かつ農村部を中心に過剰な人口を抱えていたために在日朝鮮人の受け入れには消極的だった。また帰国事業については北総と呼び在日朝鮮人に対する自国の管轄権を犯すものとして在日本大官民国民団民団と共に強行に反対した。1959年昭和34年日朝領赤十字社による交渉の進展が 明らかになると、韓国政府は、日韓会談、第四次の中止や日本人漁お付欲流の継続、貿易断交などを宣言し、日韓国交正常化交渉は一時中断状態に陥った。同時に、大量のテロ工作員を日本に送り込み爆破テロを、企てた、新潟日赤センター爆破未遂事件。韓国政府のこのような反発は、 居住地選択の自由という人道主義を尊重する国際社会からの支持を得られなかった。その後、韓国政府は北朝鮮に対抗して韓国への帰国事業を進めようとしたが帰国や定住に関わる費用を日本に負担するよう求めたため実現しなかった。当時は北朝鮮の実情について現地取材に乏しくソ連の援助もあって急成長する北朝鮮と 日本国内に密航して、日本赤十字社、列車、船舶を爆破しようとする韓国政府によるテロ工作員の敵発言が明らかになり、新潟日赤センター爆破未遂事件、テロ国家の韓国というイメージがあった。吉永さゆり主演の映画、キューポラのある街で、知り合いの帰国を喜ぶ場面があるように、一般の日本人も帰国事業におおむね好意的だった。このため、 日本のマスコミは左右を問わず帰国事業を人道的な事業と捉え、新聞各紙はこぞって帰国事業を歓迎し賛同する記事を書き連ねた。1959年12月24日付、産経新聞の暖かい宿舎や出迎え、第二次帰国船行きの清津入港、細かい心遣いの受け入れ、1960年昭和35年1月9日付読売新聞の 北朝鮮へ帰った日本人妻たち、夢ような正月本当に来てよかった。さらに1960年、昭和35年2月26日付朝日新聞に、次のような記事が掲載されている。後年、朝日新聞ソウル支局長、当時の市川早美記者は、かつて南の軍事政権と対比させたとき、南はダメだ、北はいいという論調の記事がありました。 北朝鮮に対しては社会主義幻想と食材意識に加えてその悪い南と対峙しているという面も加わって目が曇ったんだと思います。帰国事業に朝日新聞も加担した。自分が1950年代、60年代に記者だったら踏みとどまれたか全く自信はありません。と責任を認めている。機関者たちは 日本各地の3655カ所に設けられた日本赤十字社の窓口、多くは地方自治体が窓口となったで、帰国申請の手続きを行った後、特別列車に乗って新潟に設けられた赤十字船に向かった。元米軍キャンプを転用した新潟赤十字センターは、広さが約9.2ヘクタールあり、宿舎や事務船のほか、診療所、売店、 銀行などが用意され、帰還者たちが出国までの4日間を過ごした。帰還者たちは広い行動のような宿舎で、元居住していた都道府県単位に集められ、在日朝鮮人の料理人によって調理された朝鮮風の料理が供された。初代センター長を務めた小沢達夫は反対派の妨害工作に最も神経を使ったという。また、赤十字センターでは、 国際、赤十字の立ち会いのもと、帰国が自由意思によるものかを確認する面接が行われ、その後に出国の手続きが行われた。北朝鮮が高度に閉ざされた体制をとっており、自由な往来が不可能であること、領域内において外国人の自由な活動を許していないこと、北朝鮮の文書資料の入手に欄があることから、帰還者たちが、 どのように処遇されたかは脱北者などの証言からしか詳細には把握できていない。北朝鮮における身分制度である出身成分では最下層に分類され、また同様階層として差別された。しかし日本共産党の党籍を持っていたために革新階層となったものもわずかながら存在する。初期の帰国船はソ連軍艦を改造した可客船クリディオン。 とぼリスクが使われた。1960年の第9次帰国船で北朝鮮に渡り、1963年に停泊中の日本船に密航して日本に戻った金賞国は、船内では白いご飯がおかわり自由で、肉、魚、野菜がふんだんに使われた食事が供されたことや、菓子やタバコはいくらでも取って構わなかったと手記に書いている。これに対し、 同時期に帰国船に乗り、1994年に脱北して、韓国に亡命した定美会は、帰国船の食事は、後から思えば、北朝鮮ではごちそうだったが、ご飯も肉も吸えた匂いがして食べる気がしなかった記した。帰還者は、気をから北朝鮮に上陸し、招待所と呼ばれる施設に一時的に滞在した。歓迎行事の後に、経歴書や希望配置を、 北朝鮮当局に提出し、社会見学に数日を当てた後に、配置先を決める面接を受け、各地に散っていった。帰国事業の最盛期には、毎週のように1000人規模の帰還者が北朝鮮に帰還していたことから、佐藤久佐氏は、本人たちが納得できるような配置がわしてどれだけ行われたかは、容易に想像できよう、と否定的に捉えている。住宅事情も良くなかったようだ。 北朝鮮当局は宣伝雑誌等を通じて近代的な住宅や生活様式を紹介していたがほとんどが宣伝の意見を出ないものだった。ただし、住宅事情については北朝鮮においては朝鮮戦争の停戦から基幹事業の開始まで6年余りしか経っていないことや日本でも1968年までは総住宅数が総世帯数を下回っていた点に留意する必要がある。 農村に配置された機関車が自らに当てがわれた住居をお世辞にも立派な代物とは言えなかったと評している手記がある。そもそも住宅の不足自体が当時の北朝鮮社会にとって課題だった。また社会主義国でよく見られる生活物資の慢性的なあるいは決定的な質と量の不足も機関車たちを戸惑わせた。物資の不足を日本に今する親族から補ったのも いた。彼らにとっては生存の手段に他ならなかったが、異国で激しい民族差別を受けて、生活苦にあえいでいたとされた人々が、このような手段で北朝鮮にないものを手にすることで、現地住民との間に溝を作ったようである。機関車は、妬みと差別の意味を込めて、気泡帰国同胞と呼ばれ、潜在的な反対性分子もしくは、スパイとみなされ、 社会的にも苦しい状態に置かれた。社会主義体制下の北朝鮮社会にとっては、機関者たちは、朝鮮半島にルーツを持ちながらも、アメリカ風の資本主義の生活を肌で知り、半ばに本化された異質な集団だった。体制への不満、批判に対し厳格な北朝鮮では、このような行動は手ひどく扱われる原因となったと考えられている。 強制収容所に送られた機関車も多く、消息、安否が不明とされているものも少なくない。多くの人々が輝ける祖国のことを聞き、まだ見ぬ祖国に対して憧れを抱いたが、現実はそれを裏切った。やがて在日朝鮮人の間や日本国内においても、次第に北朝鮮の実情が明らかになるにつれ、機関車の数は激減していった。また、 日本の経済発展が進むことによって在日朝鮮人が生活苦により北朝鮮へ向かう自由も失われた。現に脱北して韓国で一定の期間を過ごした後、韓国国籍のパスポートで日本に再渡航した者も,も少なくなかった。1984年、金本祖は東土の共和国を出版し、 祖国訪問団に参加した日記という体裁で生活に急防する機関車たちの姿を描いた。その中では単なる生活物資の苦面にとどまらず、より良い配置や居住地の提供に誘われて機関車たちが所属する事業所で必要な資材を祖国を訪問した在日朝鮮人に無心する場面がある。1997年北朝鮮へ渡った 日本人配偶者を対象として初めての里帰り事業が行われた。2001年北朝鮮への帰還事業において朝鮮総連が正しい説明を行わなかったとして韓国に在住する男性が朝鮮総連を相手取って医者料を求める訴えを日本の東京地方裁判所に起こした。この男性は1961年に北朝鮮に渡ったが現地での生活に失望し、 一年半後に軍事境界線を越えて韓国に脱出していた。裁判は一審、二審ともに民法上の事項が成立しているとして請求を認めず、2004年9月、最高裁判所も上告を帰却して原告の訴えを退けた。2007年1月、辰木線は海峡のアリアを出版した。著者の反省伝というべき内容で北朝鮮へ渡った。 のののその後の人生をいいている。2008年6月、日本在住の脱北者の女性が、朝鮮総連を相手に、損害賠償を求める訴訟を、大阪地方裁判所に起こした。原告女性によると、北朝鮮は、地上の楽園などという朝鮮総連の嘘の宣伝により、朝鮮へ帰還したが、実際は過酷な労働を強いられ、拷問され、差別され、 囚人や奴隷と変わらない生活を強いられ、朝鮮総連は人を騙し、組織的に誘拐した。人権と自由を無差別に奪った悪魔みたいな団体だ。私一人の問題ではない。今も強制収容所の中で必死で、生き延びようとしている人がいると訴えた。しかしこの訴訟についても、大阪地方裁判所は2009年11月30日に、すでに期間から40年以上経過し、 損害賠償請求権がすでに消滅しているとして、原告女性の請求を帰却した。基幹事業50周年を記念して、北朝鮮と総連は共同で制作した映画、東海の歌、二部構成が2009年12月から北朝鮮で公開された。映画は在日朝鮮人が異国の地で愛国を胸に人生を歩む契機となった、近日成の路線転換方針。 1952年、都総連の結成、教育援助費と奨学金による民族教育の発展と帰国実現までの1940から50年代の在日朝鮮人運動の主な出来事を描いた。帰国船が執行するクライマックスは、ラソン不当で撮影され、2万人のエキストラが参加した。帰国した北朝鮮公民からは、当時の日本の雰囲気をよく描いているとの評価を得た。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。